はこんばんは、みなさん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへ、ようこそ。はい、今日はですね、みんなさ、テレビとか、まあそうだな、今 YouTube とか、見ててさ、そのテレビとかその YouTuber の人が紹介しているもので、あ、ちょっと気になるな、みたいな、そういう時って、ありますよね。っていうことでさ、それが別にテレビの人とか、YouTuber とかに限らず、ちょっと何、知り合いとかが食べてたりとかして、うちょっと気になるっていうものってあるじゃん。でそれを実際にさ買うこととかもあるじゃん。まあだからこう商品提供っていうものが YouTuber にはあってさ、提供っていうものがあってさ、何それでね、タイアップでね、この商品をねやってね買う人がいるわけなんだけども、で私ですね、なんとまあそういうようなねことがつい最近とある方の動画を見てね思ってしまったわけですよ。皆さんこの動画知ってますか？こちら、瀬戸の飯テロ、瀬戸家のしゃぶしゃぶを初公開っていう瀬戸さんの動画があるんですよ。これね、今年の元旦に上がってる動画なんですけど、この動画めっちゃ好きなの。なんだろう、この家族感というかね、まあ普通になんか一緒に食べてる感じがするのも好きだし、なんかこう、ね、瀬戸さんの飯テロ面白いんだよね。そう、めっちゃもう瀬戸さん好きなんですけど、特に瀬戸さんの中でもうダントツ1位で、これが好きなんですよ。っていうのでですね、その、まあ、瀬戸さんちのね、瀬戸家のしゃぶしゃぶ初公開っていう動画で、とある商品が出てくるんですね。これを見たことある人なら、まあ、一回見ただけじゃちょっとわかんないかもしんないけど、ちょっとね、とりあえずね、この動画を一回止めて、動画の概要欄にある、その、瀬戸さんの、しゃぶしゃぶの動画を、とりあえず見て。ちょっと見てきて。見てきたら、なんだか多分、わかると思う。で、私も見るから、ちょっと見て。はい。では、ちょっと一回、動画をストップ。もう開始11分、11秒で映ってるから。ということで、もうわかったでしょうか？瀬戸さんのその動画の、1分48秒のシーンで、ポン酢の紹介をしてるんですよ。トバヤの塩ポン酢と味付けポン酢が出てくるんですよ。ポン酢がめっちゃ好きな人がこの動画を見てどう思うかっていうとですね、気になる。ぜひとも味わいたい。っていうことになりまして、もうこの動画はほんとね、数えきれないほど見てるのよ。もう暇さえあれば見ちゃう。っていう動画ない。で、殿堂入りしてるやつない。この動画とこの動画とこの動画は見ちゃうな、みたいな。何が好きなのかわからないけど、なんか好き、みたいな、そういう動画ない？ YouTuber 世代でしょ？今の世の中 YouTuber 世代のみんなでしょ？今の学生なんてもう YouTuber っ子でしょ？テレビっ子じゃない。YouTuber っ子でしょ？だから、っていうので、もう何回見てるかわかんないんだけど、まあ、そのうちにね、これを見てて、つい最近ね、また見てたのよ。そのしゃぶしゃぶのやつを。この、トバヤの塩ポン酢見てて、あ、いいな、一度は食べてみたいよな、とかずっと思ってたんだよ。で、この前、つい最近見たときに、待ってと思って。これなんか、瀬戸さん通販でも買えるんですよ、みたいなこと言ってんのよ。これ買えばよくね？買いました！ミッキーの動画？ということでですね、トバヤス店なのかな、これ。住所がですね、福井県になってんのよ。通販で、この瀬戸さんが紹介している、塩ポン酢と、もう一個味付けポン酢っていう普通のポン酢、2種類を買いました！で、今日は何をするかというと、鍋を食べます。だからこのレビューでございます。とりあえず開けましょう。実はね、ちょっと開けたんですけど、そう。もう結構前に届いてて、やっと動画にできたんで、まずこちらですね。じゃじゃーん。え、これ、もうガチガチガチ、本物だから。トバヤの塩ポン酢。海のシルクロード塩。アデュー。新感覚のスッキリポン酢。ポン酢といえばこの色っていうさ、黒い方。それではない色なんですよ、これ。っていうので、これが塩ポン酢なんですけど、はい、こちらの、トバヤの味付けポン酢でございます。これは、まあ、みんな知ってるね。これちょっと開いちゃってるんですけど、後でまず喋るけど、これも今回これと一緒に購入しました。これ2本買ったのよ。なんとですね、おまけとしてですね、トバヤから新米コシヒカリが送られてきました。びっくりしたんだけど。なんかお米ついてんだけど、と思って。っていうので、時刻は1時20分、お昼です。実食したいと思います。はい、ということで、リビング到着でーす。鍋持ってきます。でね、今回ね、うちのお母さんが、ちゃんと一人用の鍋で、ちゃんと鍋作ってくれて、もう用意されてるんですよ。だからそれを温め直して、もうここに持ってきてご飯よそれば、グッドなので。では、準備します。3、2、1、はい。オープンします。いきます。
めっちゃうまそうなんだけど。完成でーす。完成でーすって私作ってないんですけど。お椀ね、とりあえず2種類用意しました。まず塩ポン酢開けるわ。中ぶ、うわ、もう、中ぶたまだ取ってない状態なのに、あれだからね、匂いがする。いくよ。ちょっと、足の間から卵が見えてんだけど。いくよ。あ、めっちゃ入れちゃったよ。これはまあ普通の色です。では、いただきまーす。じゃ、まず、塩ポン酢の方から、いただきます。臭い。一人用なんでね、臭いとお肉。こんな感じとなっております。いただきまーす。トバヤの塩ポン酢、いただきます。あ、うまー。めっちゃ好きな酸っぱさ。じゃ、ちょっとトバヤのお米も。お米のね、一つ一つの違いなんてわかんないんですけど、めっちゃうまい。じゃ、ちょっとじゃあ普通の味付けポン酢の方も、豆腐いこう。うまっ。こちら、昨日、偶然にも、夕ご飯が、水餃子だったんで、水餃子も、入れてもらいました。これ中身出ちゃう。いただきます。ちょ、待って、でもね、塩ポン酢の方が好きだな、私。うまい。昨日ね、実はね、水餃子だったんですよ。で、さっきも言ったけど。だからっていうので、味付けポン酢の方はちょっと開けてたんですね。家のポン酢がちょうど切れちゃったんで。まじ、味付けポン酢の方は別に最初に開けていいよ、つって。うまっ。この鍋あれ、なんだっけ、出汁をちょっと入れたらしいですよ。出汁ちょっと入れとくわ、つって言ってた。ラストは塩ポン酢で。水餃子を食べます。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、瀬戸さんの動画を見て、とばやの味付けポン酢と塩ポン酢を買ったよ、食べてみたよという動画でございました。で、なんかちょっと今ね、もう一回改めてホームページ見たら無加糖なんだって。なんか糖尿病の方とかも安心して食べられるポン酢らしいですよ。糖質制限の方にも安心して食べられるポン酢だって。これやばくない？とばや自体はお酢のお店なのかな。まあ、ポン酢以外にもお酢とか飲むお酢とか、あとは和風ドレッシングとかお漬物とかも買えたりとかするらしいでございます。ということなので、もう、とばやのホームページに載っけとくんで、買いたい方はご覧ください。ちなみに言っとくけど、この動画は提供じゃないからね。ということで、本日はですね、とばやのポン酢で鍋食べてみたよっていう動画でございました。ということで、最後まで見てくれてありがとう。では、次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン。これは、リピ確定ですね。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り気分で行けばいい。今この時が大切だから。正解発表。ダーバーン。10万人の銀の再生ボタン逆さまになっていたでした。果たしてみんなは分かったかな？当たった？外れた？などなどの意見、コメント欄にお書きください。では、終わり。